シャウトという皆さんこんにちは、シューローズキッチンのシューローです。始まりましたシューローズキッチン。毎回恒例チャンネル登録高評価よろしくお願いします。突然ですが皆さん、スターバックスはお好きですか？以前スタバ風のフラッペの動画をアップした時にも話した通り、僕はスタバで学生時代にアルバイトをしていました。それくらい好きなんです。今でも動画の編集はほとんどスタバでやっています。こんな怪しい仮面をつけた動画を他のお客さんに見られないようにこっそりとね。はい、で皆さんはスタバでコーヒーを飲むとき一緒に何を食べますか？季節のケーキやサンドイッチ、バナナやポテトチップスを置いている店舗もありますよね。僕がいつも注文するのがそう、スコーンです。ほろっと崩れるスコーンをかじり、コーヒーを一口。バターの甘さとコーヒーの苦みが合わさると何とも言えないですよね。ということで今回作るのはこちら、コーヒーにぴったり簡単スコーン。はい、こちらを作っていきたいと思います。今回はスタバのような三角形のスコーンではなくて、丸く高さのあるビスケットタイプのスコーンを作っていきます。ビスケットってなんぞやと思ったあなた、そう、あれですよ、あれ、ケンタッキーで販売されているあれです。作り方は超簡単、失敗しないこと間違いなしのレシピ。動画を最後までご視聴の上作ってみてくださいね。もちろん今回も最後に材料の分量をアップしますよ。作ったらこちらの動画を見てコーヒーと一緒に楽しんでみてください。皆さん準備はいいですか？それでは早速やっていきましょう。シローズキッチン。まずは材料のご紹介。小麦粉は強力粉と薄力粉を使います。卵黄、牛乳、ベーキングパウダー、グラニュー糖、そしてバターです。材料はたったのこれだけ。まずは強力粉と薄力粉を均等に混ぜます。ベーキングパウダーも加えておきましょう。ここで前回のパンケーキの時も登場したイケアのやつです。粉をふるっておきましょう。カチャカチャやるだけでサラサラの粉になるので気持ちいいですよね。はい、こんな感じ。次にバター。常に戻しておいたバターをゴムベラで柔らかくなるように混ぜます。若干硬い気がしますけどね。ま、今は夏なのですぐに柔らかくなると思います。そこにこちらグラニュー糖、一気に加えてすり混ぜます。グラニュー糖が溶けるまでひたすら練り練り練り。今回の分量は少なめなのでバターが溶けてなくなりそうですけどね。ここで一つ作業、卵黄と牛乳を混ぜておきましょう。バターもいい感じになったので粉を合わせましょう。一気に入れると馴染みにくいのでまずは半分加えます。ゴムベラでバターと粉を馴染ませます。ここでは練り混ぜるというよりも馴染ませる。残りの粉も加えましょう。
見てもらえばわかるように3ミリぐらいの粒々になってきてますね。こんな感じにポロポロにするんです。そこに牛乳と卵黄を加えます。液体を加えたら手早く全体に水分を行き渡らせてくださいね。ゆっくりしていると粉が部分的に水分を吸収するので均一にならなくなってしまいます。まだ粉っぽいところをめがけて残りの液体を加えます。湿度が高い時は調整しながら加えてくださいね。ひとまとまりになったら OK! ラップに取り出しましょう。この時形を整えて、冷蔵庫で2時間休ませます。白漬けチンチン。はい、こちらが2時間経った生地です。打ち粉をして軽くこねます。このスコーンはサクッと感とふわっと感を合わせたものなので、少しこねてグルテンを作ってふっくら感を持たせます。こんな感じでさらに均一になりましたね。麺棒で優しく厚さ2センチに伸ばします。ちゃんと測って、はい、2センチですね。これをセルクルで抜きます。セルクルにも少し粉をつけましょう。バターなのでくっついちゃうと崩れてしまいますからね。さあ、綺麗に抜けましたね。残った切れ端はそのまま試食用に焼いていきましょう。天板にオーブンシートを敷いてスコーンを乗せます。スコーンの上の面にハケで牛乳を塗ります。はい、これで準備完了。あとは180度のオーブンで25分焼いたら完成。白漬けチンチン。焼き上がりました。高さもだいたい2倍ですかね。ふっくらいい感じですね。上も香ばしい色に焼けています。アップで見てみてください。美味しそうでしょう。盛り付けます。コーヒーを注いだら、はい、コーヒーにぴったり簡単スコーンの完成です。
はい、ということでいかがだったでしょうか。見ていただいて分かったと思いますが、この本格スコーン、特に技術っていうほどの技術は必要としないんですよね。おそらく誰が作ってもこんな感じでふっくらと仕上がると思います。もちろん焼きたてのスコーンをコーヒーまたは紅茶と頬張ってほしいんですが、時間が経ってからも美味しいんです。で、温めたいときはアルミホイルに包んでオーブントースターで温めるとふっくら熱々のスコーンを楽しめますよ。作り置きしておけばおやつだけではなく朝食にもいいですよね。ぜひ作ってみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。美味しそうだなと思った方はぜひシローズキッチンのチャンネル登録を、もちろん高評価もよろしくお願いします。それではまた次回このチャンネルでお会いしましょう。チャオ。